さんに言葉をまずちょっと一回やってもらいますのでね。間にね、時間を稼ぐという意味で、他の本米の衣装を着替えたりなんかするのに、ね、その間、この旗倉っていうのを子供さんにやってます。子供さんの前ももちろん、作米とかね、馬の岩とかっていろんな他の米もありますけど、ね、この旗倉っていうのは、大岡倉の間にやります。時間稼ぎですね。ただ待っててもらうのでもあれですから、旗倉をやってみてもらう。